皆さんこんにちは、絵描きの甲のルルです。こちらの壁画は私が描かせていただきました。私が作成した絵本をこちらのクリニックの先生が買っていただいたことがきっかけで、病院内にも壁画を描かせていただけることになりました。今日は長久手市カオル耳鼻咽喉科アレルギー科の紹介をします。カオル耳鼻咽喉科アレルギー科院長の鈴木カオルです。ここ長久手市に2013年1月に開院いたしました。この診察室の壁にもルルさんに絵を描いていただきました。こちらのジンベエザメは海の中をイメージして、診察室に入ってきた子どもたちに喜んでもらえるように描きました。お子さんの患者さんにもとても人気なんですよ。ありがとうございます。でも先生、私の話はこれくらいにして、今日は先生のクリニックについていろいろ聞かせてください。はい、よろしくお願いします。まずはこちら、クリニックの特徴を教えてください。どんな方に対応されていらっしゃいますか？当院ではアレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎など幅広い疾患の患者さんに対応しています。患者さんはどんな年代の方が多くいらっしゃいますか？一番多いのはお子さんの患者さんです。そのためお子さんが怖がったりしないような院内環境を整えるのを気をつけています。だから壁画があったり、小さな可愛らしい椅子が用意されていたりするんですね。お子さんの患者さんが診察を受けるのを楽しく思ってもらえるといいなと思いまして。親御さんも安心できますね。診察時間まで待っていただく待合室には、アイボやペッパーといったロボットや絵本、おもちゃなどを置いています。やはりお子さんは大人ほど我慢強くありませんから、少しでも楽しい待合時間を過ごしてほしいですね。では次の質問です。診察で心がけていることはありますか？まずはしっかり丁寧な診察を行うことですね。新しい医療機器を揃えるのはもちろんのこと、関連する学会に参加して新しい情報を取り入れるのも大切だと思っています。ルルさん、この診察室をご覧になって何か気づくことはありませんですか？モニターがたくさんあります。そうなんです。これらの8つのモニターでは CCD スコープによる耳や口の中の画像や、デジタルレントゲンや CT や内視鏡などのあらゆる画像を医師と患者さんとで一緒に見ることができるんです。だから診察の内容や症状について患者さんにもよく分かってもらえるんですよ。なるほど。一箇所でいろんな診察の画像が見られると、お子さん連れでも移動することがないし、それに患者さんも安心できますね。こちらが最新技術を搭載したフルデジタル座位開放型耳鼻咽喉科 CT なんですよ。これが CT なんですか？座って CT を撮ることができる被曝を抑えた体に優しい機械なんですよ。撮影すると最速で5秒で画像が表示されるため、患者さんのストレスを最小限に抑えることもできるんです。新しいですね。そしてこれが耳鼻咽喉科用の NBI 内視鏡です。 NBI って何ですか？NBI とは特殊光線観察法の一つで、がん診断などの早期発見が大きく期待される観察技術の内視鏡なんです。早期発見や早期治療は大切ですもんね。舌下免疫療法やオンライン診療も行っています。耳鼻咽喉科アレルギー科ですので、アレルギー検査もあると思うんですが、特にお子さんは注射を嫌がりませんか？それが今は注射をしなくてもいいんですよ。これは痛くないアレルギー検査キットで、指先から採血するんですが、痛くないのでお子さんでも気軽に受けられるんですよ。へえ、20分で分かってしかも痛くないのは大人の患者さんも喜びますね。ところでルルさん、
この長久手市は日本一平均年齢が若い町だということをご存知でしょうか。へえ、そうなんですか。知りませんでした。平均年齢が若いのには若い家族が多いことが影響しているんです。つまりお子さんの患者さんが多いんですね。先ほどお伝えしたお子さんに喜んでもらえる院内環境づくりの理由はここにあるんですよ。なるほど、そういう理由があったんですね。素晴らしいと思います。では次の質問です。 SNS を活用とありますが、当院ではホームページの他に Twitter、Facebook、Instagram などの SNS やブログなどを常に更新しており、新しい情報を皆さんにお届けしています。私が壁画を描かせていただいた時も SNS やブログでたくさん紹介していただきました。ありがとうございました。 SNS を活用されているから患者さんとクリニックとの距離感が近くなるのがとてもいいと思います。そして最後に、猫の病院。私は猫がとても大好きで、地元では猫の病院と言われることもあるんですよ。優しい先生が優しく診察してくださいます。長久手市立北小学校前の香り耳鼻咽喉科です。皆さん来てくださいね。